こんにちは。今日はいつも持ち歩いているバッグの中身をご紹介していきたいと思います。まずバッグなんですけれども、これは、エルメスのピコタンの MM サイズというものを使っています。私は結構荷物が、普段多いので、しっかり物が入るものをよく使っています。秋色でゴールドの金具なので、お洋服にもとても合わせやすくて、重複しています。携帯電話は iPhone の XS を使っています。ケースはバニレで作った、このケースを使っているんですけれども、中にミラー と、カードケース、カードが2枚入るので、ちょっとしたところにこれだけで行けるようにしました。お財布は、これ実はカードケースなんですけれども、シャネルのカードケースに入れています。このシンプルなデザインと、あとは結構マチがしっかり開くようになっているので、お札もカードも小銭もこの中に入れてるんですけれども、必要最低限のものはしっかりカードも現金も小銭も入るようになっているので、今はこれで割と十分かなっていう感じでずっと使っています。お財布って汚れやすくて、ついこのピンクがなんか汚れてしまうのが嫌で、私はいつもお財布はバッグに入れるときはこういう感じでちょっとしたタオルのポーチみたいなのに入れて収納しています。ハンドタオルは、結構厚手のものが好きで、これも少し大きめなんですけれども、ふかふかして手触りがいいものを結構ついいっぱい持ってるんですけれども、買ってしまう、結構集めてしまうものの一つです。必ず持っているイヤホンですね。イヤホンは、この JBL のイヤホンも3代目なんですけれども、ずっと使っています。色がすごく可愛くて、ピンクでコンパクトで、Bluetooth のイヤホンなのですごく使いやすくて、ずっともう3代目でお世話になっています。これは除菌ジェルです。最近これも買ったんですけれども、結構息子と使うことが多いので、結構優しい処方のものを選ぶようにしています。これはディズニーの限定のボトルで、なんかプーさんがすごく可愛かったので、薬局で見つけて最近購入しました。次がアクセのポーチになります。このコンパクトなサイズで、いつも持ち歩いてるんですけれども、テイラーの、タオル生地のこれもミニポーチです。これにはちょっとしたイヤリングだったりとか、時計を取った時にしまったりとか、ヘアゴムだったりヘアピンだったりが入っています。大体これもいつも持ち歩いています。あとはポーチですね。ポーチは大体、これ一つを持っていくことが多いです。これもバニレでコラボさせてもらったんですけれども、こういう感じで2つ仕切りが分かれていて、なおかつ後ろにティッシュポーチがついてたりとか、あと中に PVC の、マスクが入れられるようなポケットがついてるので、マスクもここに入れています。結構ね、収納力があるので、割と私はこういう大きめのコンパクトだったりとか、あとは、こういう前髪を巻くカーラーだったりとか、少し大きめのものも入れています。だいたいリップは3本ぐらい常に持ち歩いているかなっていう感じです。あ
とこれは最後にエコバッグですね。最近はやっぱりエコバッグは必ずコンビニ行く時でも帰りスーパー寄る時でも必要だと思うので一つは必ず持っています。これは結構撥水加工がしてあって帰り急に雨降ってきちゃった時とかもちょっとバッグをこの中にしまったりとかしても使えるので、入れています。バッグの中の収納が結構ぐちゃぐちゃになるのが嫌なのでこういう感じで、バッグインバッグを買って、ここにしっかり立つような感じで収納しています。これはネットで買ったんですけれども結構しっかりしていて内ポケットが2つついてオープンポケットとあとファスナーのポケットが1つついているのですごく便利でしっかりしているのですごく、これは気に入っています。こんな感じで、収納していきます。こんな感じで入るので、よく使うものお財布だったりとか携帯だったりとかっていうのはすぐ取り出せる場所に入れています。というわけでバッグの中身のご紹介でした。また季節ごとに持つものだったりとか、持っていく場所によって荷物も変わると思うのでまた、ご紹介できたらなと思います。楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。またねー。